チワンダーランドスモール4、15分遅れで始まるよ。まだまだ盛り上がっていきますよ。
今回4回目となりまして、
1月今日は14日でまだ今日多分初めてお会いする方とする方も多いと思うのでちょっと新年の挨拶をさせてください。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、今日ね。実は、前回の新年会のライブは、ちょっとなあちゃんがね、家庭でやる欠席で、うちとはっちゃん2人だったから、実質2017年3人でやるライブは、ここが初めてです。はい、イエーイ。ちょっとね、頑張らない皆さんもお願いしましょう。お願いします。お願いします。え、早い。はい、早い。早いね。15分も遅れたのに。ごめんなさい。それでは聞いてください。ありがとうございました。
ちゲームです。イエーイ。第2回目となりまして、1回あのフラフープ対決をしてしました。はっちゃんが初めが、はい、2回目は何でしょう。けん玉。じゃがけん玉はしない。けん玉。けん玉じゃねえの。じゃあけん玉じゃない。違うの。けん玉じゃないです。お願いします。じゃが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 。ちょっと待ってね。そういう運に任せるのはやめようよ。じゃん、黒ひげ危機一髪です。イエーイ。知ってる人は多いだろう。みんな知ってる？知ってる。これね、あんま飛ばないらしいから、あんまびっくりしないかもしれないけど、あの、飛んだ時には皆さんはって言ってくれるので、そうね、びっくりしたりはって、オーバーリアクション頼むね。その中に何が出てくるかわかんないみたいな気持ちでいてください。はい、お願いします。はい、じゃあわかりますよね。あの剣を刺してって、刺してあの真ん中の黒ひげさんがボーンって飛んだ人がなんか、ま、負けっていう感じなんですけど、今回は飛んだ人が当たり、当たり勝ちということで、はい、頑張ります。本当はそうなんだよ。あんな隙間あるじゃん。隙間でよく見ればね、どこが飛ぶかわかるよ。ダメだよ、ミッション。ダメだよ。意味ないじゃん。そういうせこいことありますよ。まずね、私たちプチフラの3人がねやるので、ちょっと皆さん見ててください、はい、見ててください。そんな楽しくない。これって飛んだ人がダメってことだよね。飛んだ人が当たりなんだよ。じゃけん、温かく見ててください。お願いします。最初はグー、じゃけんぽい。最初はグー、じゃけんぽい。スムーズにいきたいと思います。目の前から行くよ。いきます。はい。怖い。三本目。五本目。意外とならないもん。誰か飛ぶんでしょ。誰か飛んだよ。誰か当たりを当ててくれないんですね。終わらないぞ。これ最後の一つになったら。見てなかった。マジ？こんくらいだったから。ポイントした。はい、じゃあ私当たりました。ありがとうございます。と、マッチとハッちゃんは罰ゲーム。今まで自分が恥ずかしかった失敗、ライブとか普段の生活とかでの失敗を一つ言ってもらいたいと思います。はい、どっちからやる？じゃあはい、最近の話で、学校でこう社会と情報っていうコンピューター使うをしたんですよ。そしたらなんか初にあの口でたまに口こうもごもごしてブーっていう時あるじゃないですか。あるの、なんかあるの、ないと思うけど、あるの。たまにシーンとしてるとこ、テストとかね、時に口こうやってなんか遊んでたのかして、そしたらブーって落として、めっちゃ静かにみんなコンピューター打ってんのに、ハチのとこから思いっきりブーって落として、絶対ハチが鳴らしたなって言われた恥ずかしい出来事がありました。はい、ありがとう、ハチちゃん。じゃあ次、ナーちゃん。じゃあ失敗いこうかな。はい。と、これね、結構前、なんか失敗したのがすごい少ない、嘘なんか大きな失敗したことがあんまりなくて、小3くらいの時覚えてないんですけど、失敗っていうか痛かったこと。なんか友達5人くらいで遊んでて、その友達の小さい子も入れて遊んでたんですよ。それで友達の小さい子がこの車の小さい版みたいな、なんか人が一人乗れるみたいな小さいカー、車で小さいカー、なんか足で動かしてた。そうそう、一人で乗ってこうやって足で回して、なんか三人称みたいな的な、ちょっとそれのちょっとなんか持ってる版っていうの、なんかそういうのがあって、なんか小3の頃、それはなんか幼稚園児用みたいなので使って、そういうなんか発売されてたんですけど、小3でなんかやりなみたいなこと言われて乗ったんですよ。そしたらここに跡できてるんですけど、飛びました。で、なんだろう、その後泣いたんですね。それで
帰るときにすごい周りから痛い目で見られました。なーちゃん小3の時どれくらいだったの？ちょっとよくわからないけど、わからないか。なーちゃん小3の時どれくらい身長だったの？身長どれくらい？秘密もういいよ、まあ、今よりは小さかった、はい、腰ぐらい、まあ、転んだってことですねですね、はい、ありがとうございます。ということで続いては、告知をさせてください。それではいきます。プチ情報発表お願いします。はい、それでは告知をさせてください。1月29日日曜日、なーちゃん生なーちゃん生誕祭、この14歳になったよスペシャル、イエーイ。まだ14歳、まだ13か、ま、で、ゴールデンピック場所がゴールデンピックスのイエローステージで、オープンが17時からスタートが17時15分からとなっています。料金が1500円プラスドリンク500円となっています。そして2月26日日曜日、プチフル2周年祭、イエーイ。はい、これ時間とかがまだ出ていないので、詳しくはツイッターなどでご覧、はい、ご確認をお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、物販情報をさせてください。今日の物販では、まずスモール3の時の私シールが、奈良作のシールがまだ何枚か余っているので、はい、あ、リリのシールは売り切れた。リリのシールは売り切れました。さあ皆さんのおかげで、はい、ありがとうございます。あと、なーちゃんの今回も絵が販売されますので、ね、1枚1000円ですので、お早めにお願いします。お願いします。お願いします。そして席なんですが、前回のチェキがみんなね、頑張ってね、書いてくれてたんですけどまだ終わってないのが数枚ありまして新年会の時のは初見書いてないから、ちゃんといっぱい書くのでお許しください。申し訳ございませんでした。申し訳ございません。ブってなってるよ。あ、まあ、そう、前回の次が、ね、帰ってこないっていう人は、そう、これから次会う時までに絶対終わらせておくので、はい、すいません、お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、次でラストになります。ありがとうございます。時間確認してる人もいる時間確認あっという間でした。最後の曲も楽しんでいきましょう。プチフレールと歌って踊りたい人、この指止まれ。Thank you.
ってます。バイバイ。すいませんよ。ありがとうございました。お願いします。待ってよ。アンコール、アンコール、ありがとうございます。はい、アンコールありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ちょっと来ない方もドキドキしたよ。自分たちから言おうかなって考えてけど。はい、ということで、はい、去年だよね。去年だよ。12月29日のプチワンダーランドスモール3の時に、新年の目標をね、年を明けてから言うって言ってたので、はい、今言いたいと思います。はい、私たち2017年の目標は2つあります。1つ目は、はい、ガチャガチャガチャじゃん。はい、私たちは MC がすごいいつも毎回毎回グダグダしてしまって皆さんを暇にさせてる気がしているので、はい、2017年は MC の上達を目指して頑張っていきたいと思います。はい、イエーイ、ありがとうございます。頑張ろうね。はい、そして2つ目はじゃが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 じゃん。はい、私たちフチフルールは2周年にCD を発売するんですが、それを多くの人に聴いてもらうことです。はい、イエーイ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 。はい、ありがとうございます。この2つを目標に私たちは頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。それでは次で本当にラストになります。映画ない。次で本当にラストになります。ありがとうございます。ラストだよ。知らない。多分皆さん知ってると思うので、一緒に楽しんでくれたら嬉しいです。それではラストの曲聴いてください。
ださいすいませんありがとう。はい、次回のプチワンダーランドスモール5は毎月今ねプチワンダーランドをやってるんですけど、2月はあの私たちちょっと全員テストとあと2周年もあるのでちょっとねお休みではないんだけど、2周年の時にプチワンダーランドスペシャルということで一緒にやりたいと思います。イエーイ。やることは変わらないけど特別編みたいな、なんかじゃあもっとね、なんかしないっすよ工夫してね、そう楽しみに。プチワンダーランドよりもスペシャルということで一段上に行けるように頑張るので、皆さん2月26日お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。はい、このあと物販があるのでぜひお話だけでもいいので、私たち結構物販は楽しいって言われるので、自分で言っちゃうけど、まあそう、なんかライブよりはっていう人が多いライブがするから、ぜひおしゃべりに来てください。今日は本当に大雪の中ね、忙しい中皆さんに来ていただいて、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。せーの、さよなら三角また来て四角じゃんけんぽん。